おっすおっすおっすさん。いや、あの、インスタグラムはですね、インスタグラムでビジネス系のなんかメッセージあんま来ないんですけど、ありがとうございます。まあ本をね、見ていただいてるみたいで、これね、こちら。そう、もうちょっとで出版してから5年になります。5年ね。<laughs> まあこれあの、普遍的なものがかなり書かれてるので、まあトレンドで稼ぐとかじゃないので <laughs>、ずっと使えます。ずっと使える。 まあ実際ね、この本で人生変えた人がちょっといます <laughs>。ちょっとね <laughs>、はい。全く変えてないってことじゃないんでい、いてる人はいます。まあ、どれぐらい変えたかっていうと、えっ、ー、とですね、2億ぐらい稼いだかな。で、ランボルギーニの今、ウラカン買った後、アベンタードール乗ってんのかな。 多分僕が、その、この本経由でね、出会って、まあ、やり取りしたので、最高は、そこですね。アベンダードール乗ってます。で、多分1億以上稼いで。まあ、今2億、3億いってると思いますけど。うん。はい。まあ、この YouTube の下にね、あの、当時、その、2年前だったらインタビューしたんですよ。ね、コンまあ、何かっていうと、なんだっけな。あの、 その本買いましたっつってメッセージもらったんですよ。で、めちゃめちゃ長文でね、メッセージ書,書かれてて、吉田さん、会えませんかみたいな長文で書かれててメッセージ来て、あ、いいよと。でも会うの高いよと。覚悟できてますみたいなね。じゃあ,あ、行くよっつって、鹿児島から東京まで行ったんですけど、で、その時コンサル100万だったんですけど、もう用意してますみたいなね。で、コンサル100万入って、で、それやアドバイスしてって感じですかね。で、その子が言ってたのが、 まあこの本をね、トイレに置いてて、で、うんこしてるときにアイディア2つぐらい出してたって言ってましたね。まあ今はもうやってないと思いますけどね。はい、まあ興味ある、興味があればこの YouTube の下に、その、一応僕がね、裏館の助手席に乗って、まあ今ア、アベンターはちょっと乗,乗せ乗、乗ってないですけど、<laughs> あの、裏館には乗りました。裏館には乗りましたね。加速がやばかったですね。<laughs> いやでもね、一番最初ね、大学生だったんですよ、当時。 まあ、彼がそこまで行くとは思わなかったですけど。うん。まあ、あの、あとはやるかやらないかですから、やりましょうって話ですね。やれば人生変わるんで、はい。また報告お待ちしております。まあ、興味あれば音声対談その下に、この YouTube の下に入れておくんで、聞いてみてください。では。